開業間もない頃の一番出入り口。右側の建物は九州大学六本松キャンパスで2009年に糸キャンパスへ移転し、解体され現存しない。駅名表駅ホームとエレベーター。六本松駅は福岡県福岡市中央区六本松4丁目にある福岡市地下鉄七熊線の駅。福駅名は科学館前。1975年までは地上に、 路面電車である西鉄福岡市内線の六本松限定があった。なお、七熊線の内天神南駅から六本松駅まではかつての福岡市内線の路線をトレースする形で建設されている。また、橋本方面側に対比線がある。駅番号は N11。駅のシンボルマークは空港線、箱崎線のシンボルマークをデザインした。 西島伊が2001年に指揮をしたため、それ以前に描かれていた原案をもとに、息子で同じく、グラフィックデザイナーの西島正幸が完成させた。モチーフは地名にちなんだ松の木。駅式別カラーは、陸 -2554 で、役員駅、茶山駅と共通。島式ホーム一面二線を有する地下駅。出入り口は、国道202号を挟んで3カ所に設けられており、 南側が1番と3番出口、北側が2番出口である。1番出口と3番出口にはエレベーター、2番出口にはエスカレーターが設けられている。両出口近くに有料駐輪場がある。2番出口側の駐輪場の宮根が設けられている。各階の面積は、 地上384平方メートル、地下1階3303平方メートル、地下2階3235平方メートル。利用者の目に留まる箇所に用いられる、個性化壁には、ベージュの大遺跡を使用している。2019年度の1日平均乗車人員は7156人で、ある。七熊線の駅としては、天神南駅、薬院駅に次ぐ、第3位である。 開業以降の1日平均乗車人員の推移は下表の通りである。六本松も参照駅の北側には福岡大学附属大堀中学校、高等学校もあり、通学利用者が多い。駅は国道202号の六本松駅前交差点直下に建設されている。南側には九州大学六本松キャンパスがあったが、 伊藤地区への移転により2009年9月に閉校となった。跡地では大規模な再開発事業が進行中で、分譲マンションや老人ホーム、大型複合施設の六本松421などが完成したため、2017年9月に3番出口が新設された。1、2番出口共通1番出口2番出口3番、出口福岡市交通局、七熊線別府駅。 六本松駅、桜坂駅、ありがとうございます。